はい、うちの渋柿です。いや本当にちょっとしか残っておらんの。本当にちょっとしか残ってない。昨日これあれなんですよ、ハクビシン多分来てたんですよね。外出たらガサガサっ て木から落ちていったんで、多分ハクビシンだと思うんですけど、まあでも減ってないんだよな。降ってないんだよ。ちょっとそれ不安ですけどね。あんま美味しくないんかな。うん、渋柿。というわけでちょっと脚立で撮っていきますか。はい。はい。先日収穫した渋柿を干し柿にしようと思います。もう1週間ぐらいが経っちゃった。経っちゃったな。うん。いい感じに枝を残して皮を剥いていきます。やばい、このハサミ。耐えられるか。次男だったら耐えられなかった。生き残った猛者たち、面構えが違うね。うん。なんか皮むくんですかこれ。はい。皮をむきましょう。うわ、なにこれ。包丁が変色するんだけど。黒くなった。なんでこれ、なんか柿に黒いのがつくなと思ったらこれしたね。柿の力なんかダメなのかな。何これ、この包丁ダメなのかな、ね、この包丁がダメってこと。そんな包丁のさ成分に種類あるの、なんだったっけあれ、ダマカスカス。ダマカスカスじゃあね。なんでちょっと理由わかんないです。わかんないけどやめてほしいです。ほら取れた。いやだって柿につくんでしょそれ。また柿切ってますね。柿切ったらさ、すげえつきますね。価格喧嘩が起こりました。近所の人はもう干し柿みんな多分作り終えてて遅れてるんですよね。そうなんですよ。だからちょっと収穫時期が遅れちゃったのかな。もっと多分みずみずしい時に、ヘタがさ、しっかりしてる時に取るんだろう。そういうことかもな。もうこれパリッパリッだから。うん。どうやって穴開ける、これ。これ竹串刺して。ああ、竹串、なるほどね。うん。爪楊枝かなんかでもいいけど、突き刺して、それを吊るせばいいんじゃない。剥きました。いいね。で、なんかヘタ取れちゃったやつは竹串で貫通させます。で、紐な13個あるから7本紐切っていきます。50センチぐらい、こんなんかな。うん。あ、何これ2個セットで吊るすってこと。そう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 、ヘタをくりつけていきます。ヘタ取れそう。意外と短かったな。お、なんか、あ、おしゃれじゃん。いいじゃん。ヘタ結びしちゃおう。ヘタ取れそう。こうやってくっついちゃうと隣同士の柿、柿くっついてるところでかびるらしいっすよ。だからこうやってなんかこうずらしてやる。そう、竹串をこんなんかな。まあやってみたら。うん、これむずいな。これどうするかな。こうして、うん、これ1本ずつかな。こうして1個ずつかな。これこうする、こうするほかない、うん、はい。何これ。こうなりました。あ、これ爪楊枝でええんちゃう。これ爪楊枝の方が長さ的に適してる気がするんだけど。じゃあ爪にし、うん、爪楊枝に変更。腐りそうですね。腐るかな。完成しました。
んじゃこりゃ。これもっと長い方が良かったな。うん。こんな感じでぶら下げる。はい、くちゃくちゃですがやりました。明日干さんのなこれ。明日干す。今日はもう夜で雨降ってるんで最悪やな。柿の表面に雑菌がついてるから、はあ、去って5秒ぐらい熱湯につけます。へえ。はい、柿むいたんですけど、しばらく天気も良くなくて、なんかバタバタしてて剥いたのに干せませんでした。大丈夫かな、冷蔵してたけど。で、干す前になんか沸騰させたお湯で5秒ぐらい消毒するらしいので消毒していきます。1、2、3、4、5。はい、一通り茹でました。どうなるかな。で、うちの家一回屋根に猿が来てたことがあるので、猿とかカラスよけにネット買いました。ちょっと映らないけど、こういう防獣ネット、獣とか鳥をよけるためのネットを買いました。じゃあこれも使って干していきます。2階の軒下に竿がかかってるので、それにかけていきます。なんか落としそう。よし、かけ終わりました。なんとかいい感じ。なんかそれっぽいけど少な、なんか近所の人もっとこれの10倍以上かけてる。まあいいや。じゃあ防獣ネット張りますかね。ネットかけました。ビニール紐でくくって、端はなるべく手を突っ込んだり疲れたりしないようにしたけど、まあアライグマだったら全然食べれるだろうな。ハクビシンもなんかうまくやれば食われそう。カラスだってこの上からつつけば全然食べれそうだし、意味があんのかな。でも渋柿で多分人気ないから、まあそんな食われないと思いますけど、3ヶ月ぐらい干すらしいです。うまくいくかな。